キンプリ、5人最後の M ステで仲良しオフショット披露、平野の仕様が大慌て、顔やばいじゃん。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気グループキング、リンチェプリンス今日。 19日に放送されたテレビ朝日系音楽番組ミュージックステーション2時間スペシャル後8時に出演5人体制ラストの M となる今回トークではメンバーが和きあいあいとした雰囲気を感じられるオフショットを披露したタップ。岸優太が公開したのは空港にあったポケモンのフォトスポットで平野紫耀がポケモンと同じポーズで楽しんでいる姿。 仕様がいないなと思ったらポケモンがいたと説明する騎士に平野はなんでこれ出すのよ顔やばいじゃん。今日最後なの。俺。とクレームを入れて笑わせた。今度は神宮寺雄太が高橋海と米印高イコールはしごだかのロケバスでの一枚を公開。アマがいきなり話しかけてきて、ネックピローを顔に当ててどや顔で見せてきたという神宮寺に高橋は、 恥ずかしい、と照れ笑い。さらに流瀬角は、そんな天を神宮寺が、と神宮寺が高橋にスマホを向ける姿を収めた写真を出し、後ろ騒がしいなと思ったら、すごいびっくりした、と微笑ましい様子を報告。司会のタモリから高橋が上半身裸であることに触れられると高橋は、メンバーを楽しませるために、裏ではこんなことやってます。体張ってます。 とアピールしていた。この日は2018年のデビュー曲シンデレラガールと4月19日にリリースされたベストアルバムミスター5収録曲でファンへの感謝を込めて制作したテレビ初披露の新曲ビューティフルフラワーの2曲を歌唱する。ビューティフルフラワー,ー,フフラワーは これまでの5人の音楽史を振り返ることができるような楽曲となっており、VTR では、キング・リンチェの奇跡を振り返る特集を放送補送。貴重な秘蔵映像が続々と流れる。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、 チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。